おはよう。おはようございます。リヒトは朝から料理をしております。お腹減ったんで。今日は何を？今日はスーパーで買ってきた豚肉を焼いてるところです。そしてその辺にはサラダが見える。これを野菜を後で焼いて食べたいと思います。ソースを買ってきたんで、これにつけて肉食べます。いい。ホテルの一角ですごい料理が行われている。いただきます。これは、あれさっきパン出したの？パンは食っただけです。なるほど。使うんかと思った。お腹減りすぎて。さあどうか。ナイフがいりますね。ナイフあったの？おお、危ねえ。大丈夫。さあ気を取り直して、次つけて。おお、どう？いい。おいしい。おお、いいね。うわ、最高。うん、めっちゃおいしい。野菜もしっかり。そうね。なかなかやっぱこれ大事ですよ、食べ物は困ってる。リヒト、ちゃんと取れた顔残してくれる。すごいな。後ろにコーラスプライト。おお、次キンキン。行きましょう。皆さんこんにちは、ショウゴです。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。フックド4日目ということで、昨日本戦が終わって、結果は、梶原前優勝ということで、僕らのところから出てる2人はちょっと予選、あれ2人とも予選か。いや違う、ごめん。要するに1回戦目か、強かったのかな。まあ、ちょっと、1回戦目、敗退という感じになりました。でも楽しめた？あれ？楽しめた？よかった。よかったよかった。楽しめたようでよかったです。で、流星も、ちょっと急遽、1人怪我で出れないということで、で参加することになって、なかなか、上がりましたね。ベスト4かなまで行けたんで、すごかった、良かったです。で、今日4日目は、今から、また会場の方へ行ってちょっと練習ができるということで、練習をして、その後できればアムステルダムの観光とかをしようかなと思います。というわけで4日目 Vlog スタートです。さて、まず訪れたのはメトロの駅です。朝話しましたがね、結局バスのチケットとかその1日乗車券みたいなのが購入できずに、昨日はウーバーで移動してたんですけど、今日できればアムステルダムの観光とか行きたいということで、どうしてもやっぱ1日乗車券が欲しいということで、最終訪れたのがこのメトロの駅です。この中だったら券売機があるんで、おそらく買えるはずです。こうやろうね。怖い。来た、ワンデー、ワンデー、ついについに見つけた。これ、はい、来た。チ
ケッツって書いてある。まあ、昨日もそのオレンジ色のやつ、昨日か、なんかオレンジ色のやつ行ったんですけど、そこは観光用のなんかで値段が高かったんで買えなかったんですけど、これこれだ、やっと来た、よし、ここで買います。メトロの駅購入できませんでした。まあ、ただチケットの券売機がまあ1個だけで、まあ、この駅自体もそこまで大きい駅ではなさそうなんで、なんかここからあともう1個、駅へ進めばそっちの駅は大きそうなんで、そこだったらもしかして買えないかっていうので、最後ちょっとチャレンジしてみようと思います。だいぶ全域消沈してきてます。さて、のぞみの最後の駅に到着しました。これがこの辺で一番大きい駅なんで、まあ、ここで購入できないんだったら、ちょっと無理かなと思います。さあ、いかに、なんと、いやでもキャッシュがいい、ありました。キャッシュ、まさか、キャッシュ、そう、僕らが探してたそのチケットが買えるこういう券売機っていうのが、まあ、さっきのやつとよく似てたんですけど、なんとこれ現金がいけるやつでした。いやー、これはやばい、みんな感動。やっとだ。ちょっと貸していただきます。やばいな、でもなんか喜びすごいな、達成感やばい、やってすごいな、まあ、ついにバス使える、バスや、こいつを、こいつを取るのにどんだけ苦労したことか。最終日。はい、これチケット購入できました。よかった、これで、会場へ向かうのもアムステルダム行くのもよっしゃ、全部解決だと思います。よかった、よっしゃ、とりあえず目の前もうバスが来てるんで、それ乗りたいと思います。終わりや、終わった、俺らの始まりはここだった。遅い、遅い、4日目だよ。明日かよ、明日かよ、言うてこの時間が半日しかない。そうなんです、半日とかあったらいいのに。チケット乗りまくる、いやいや、ピッピッ、まだ結構乗ることになると思う。アムステルダムの移動があれ全部歩き、いや、これででもアムステルダム行けるのはでかいな、マジで嬉しい。何時までいるかだな、向こうに。あ、目は動かへんから、目も動かちょっと2人次第か、俺とも、マスヤ多分、おまけに、このチケット購入できてすぐみんながこうテンション上がっていくと、だんだん空が晴れてきました。もう気持ちを表してるかのような天候、気持ちいいですね、晴れ。さあ、会場が目の前に見えてきました。一瞬でした。最高で、あとやっぱ晴れてきて、もう周りの景色がめちゃくちゃ綺麗です。さて、最終日も訪れました、スポーツセンター大熊。難しいよね。
はい、練習を終えて、会場を後にしました。今からちょっとアムステルダムの、都市の方、都市、まあ、センターの方、に向かって行ってちょっと観光とかをしていこうと思います。木でかっ。やばっ。さて、アムステルダムの街に着きました。お、これこれこれ、これ去年お土産買いに来た場所。いや、無事到着できてよかったです。ちょっとまああまり長いはできないかなと思うんですけど、だいたい今4時くらいで6時ぐらいまでちょっと観光していけたらなと思います。やべえ。これも去年の Vlog でちょっと登場しました、百貨店です。確かめちゃくちゃ寒かったの覚えてます。こんないっぱい。すげえ、めっちゃ長い、これ信号が。すごいな、マジで。やばいな。怖い怖い。アムステルダムに着いて、まあ、ちょっとご飯を食べたりしたんですけど、ここから撮影をしようということで、もともとちょっと動いたりする動画が撮れたらと思ってたんですけど、まあ、ちょっとみんな疲労もあるし、まあ、動いたりっていうのは少なめで、どちらかというと写真を撮ったりして回ってます。結構やっぱ景色が綺麗で背景がいいので、いい写真がたくさん撮れて、どんどんみんなで盛り上がってます。悪くはない。結構いいんちゃうけど。結構ええんちゃう。いいかもしれん。Thank you.